函館クリスマスファンタジーは、例年北海道函館市で行われるイベント。12月1日からクリスマスである12月25日まで実施される。毎年カナダから贈呈される巨大なクリスマスツリーのイルミネーションが著名である。同イベントは、社団法人函館青年会議所が組織する函館クリスマスファンタジー実行委員会が主催となって行われる。 始まりは1998年、当時青年会議処理事長を務めていた人物が発案者である。当時、函館の宿泊稼働率が、下記は100%になるのに対して冬季は50%に達しなかった。その対策として、映画で見たアメリカ、ニューヨークのロックフェラーセンターのクリスマスツリーをヒントに、本物のモミの木を飾り集客することを計画した。 イベントのヒントとなったロックフェラーセンタークリスマスツリー。クリスマスツリーは毎年函館市の姉妹都市であるカナダのバスコシア州、ハリファックス市から寄贈されている。同州には世界一のクリスマスツリーファームがあり、交渉の結果、モミの木の寄贈が決まった。20メートルを超えるモミの木はイルミネーションに向けた装飾が施され、イベント期間中は点灯式とともに、 花火が打ち上げられる。ツリーが設置されているのは、函館市末広町にある、金森赤レンガ倉庫群前の会場であり、函館湾に面する。クリスマスツリーが運搬されるのは11月27日である。2003年のクリスマスファンタジーでは、ハリファックス市から寄贈された、クリスマスツリーが権益の問題で使用することができなくなることがあった。この際、イベントに用いた、 クリスマスツリーは道内産のものだった。クリスマスツリーは幸せを呼ぶもみの木と呼ばれ午後4時30分から午後5時45分までと午後6時から深夜2時までの2回のイルミネーション点灯時間がある。22日から24日までと金土曜日は翌朝の7時まで点灯される。イベント最終日となる25日は午後8時までの点灯。 点灯式が行われるのは期間中毎日午後6時からで同時に花火が打ち上げられる。点灯式を行う点灯者は毎回違う人物であり一般参加者のほかにこれまで NTT ドコモ株式会社 SEC JRA などの企業が点灯式イベントに携わっている。函館クリスマスファンタジーのイベント期間中にはツリーの点灯式のほか、 様々なイベントが用意されている。オープニングセレモニーが、イベント初日の夕方に開催され、サンプラザ中野がゲストとして参加。クリスマスキッズの合唱コンサート、12月23日24日には、ファンタスティック・イブとして、各アーティストのコンサートなどを開催、25日最終日には、ファイナルセレモニーとして、各種表彰式の後盛大な消灯式が行われる。 期間中には、クリスマスファンタジーイルミネーションコンテストが行われ、クリスマス用に装飾された市民の自宅の中で、どれが一番素晴らしいかを、実行委員会が審査、上位3団体を表彰する。クリスマスファンタジーツリーコンテストも開催され、こちらは、各々の参加者が制作した、独自のクリスマスツリーが投票によって選ばれて、表彰される。期間中に、 函館市元町地区の観光地をボランティアが案内する観光ボランティアガイドと歩く元町散策ツアーも実施される。見学する観光地は旧函館区公会堂、旧イギリス領事館、写真歴史館、元町協会群、そして函館クリスマスファンタジー会場である。料金は大人800円、学生以下は400円で、これらには各地入場料が含まれている。 その他、ボランティアたちが、サンタクロースの着ぐるみを着て、各、イベント、及び会場内に登場するなどがあり、巨大なウォールアートも展示される。イベント期間中は各ホテル間を走る、クリスマスファンタジー無料送迎バスが毎日運行。有料の函館バスクリスマスファンタジー号も、運行される。函館クリスマスファンタジー、オリジナルグッズも、 会場インフォメーションで販売されており、ウォールアートメッセージプレートやオリジナル記念切手、クリスマスツリーをかたどった光るピンバッジなどが主なアイテムである。佐藤によると、スタート当初のような勢いに、陰りが見られており、伸び悩み傾向が見られるとしている。観光と北海道経済地域を生かす、マーケティング、佐藤育夫北海道大学出版会2008年。 P175 観光と北海道経済地域を生かすマーケティング佐藤育夫北海道大学出版会2008年 P176 ありがとうございます